ずっとやっとる。市川海老蔵。エビの蔵出しチャンネル。エビ蔵コレクション。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが、ご自身のブログを更新。ご自宅で稽古に励む、麗華ちゃんと勸玄君の様子を公開しました。この日、海老蔵さんは、ずっとというタイトルでブログを更新。ずっと、やっとる。みたいですと記し、お二人の息が合った、稽古の写真を公開。その後、私も行ってきますという、タイトルでブログを更新。行きます。そっちも頑張れ。と綴り、ブログを、締めくくりました。この投稿に、ファンからは、日々の成長に泣けます。頑張れ、上手くなりました。泣けます。偉いですね。作法がなっています。大人の私も学ばせていただきます。精進します。偉いなぁ。パパがいなくても、ちゃんとお稽古してる。誰に言われたとかじゃなくて、自ら進んでやってる。頭が下がります。きっと、海老蔵さんが、頑張っていらっしゃる。からでしょうね。などのコメントが寄せられました。そっちも頑張れ。市川海老蔵。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、どちらかの評価と、コメントをいただけると、大変、励みになります。それでは、また、次回の動画で、お会いしましょう。